中田花は、日本のタレント、プロジャンシ、ジャンソーカフェ経営者であり、女性アイドルグループ、乃木坂46の元メンバーである。埼玉県出身。乃木坂46合同会社所属。身長158センチメートル。血液型は A 型。愛称は、カナリン。小学1年生の時、父親に、モーニング娘。 のライブへ連れて行ってもらったのがきっかけでアイドルを好きになり、田中麗奈や松浦彩のコンサートへ行くようになった。小学4年生の時、メイクに興味が湧き、アイドルよりモデルの前川愛子を好きになった。その頃は埼玉県がダサイタ玉と呼ばれていることから、必要以上にファッションを気にし、埼玉県内では買わないよう渋谷109-2の鳴宮で買っていた。 小学校を卒業後、女子中高一貫校へ進学した。中学2年生の時、AKB48 が好きな友達がきっかけで、AKB48 の十年桜を聴き、モデルでありながらアイドルでもあった、篠田真理子に惹かれた。そこから、AKB 歌劇団の宣伝写真を通じて、柏木由紀を好きになり、柏木由紀の所属する。 AKB48 チーム B の公演へ行くようになった。公演では、AKB48 チーム B の公演チケットよりも、研究生の公演チケットの方が当たりやすかったため、研究生の公演を鑑賞する機会が増えた。その影響で、テレビに出演していなくても、現場で頑張っているアイドルに惹かれるようになり、柏木由紀、森高千里など、パフォーマンス能力のあるアイドルに憧れるようになった。 それ以降、他のアイドルの公演も行くようになり、マナオトメ、ドール、ドール、エレメンツ、スーパーガールズ、東京女子流などを鑑賞した。将来はニュースキャスターになるつもりだった。2011年8月21日、乃木坂46の一期生オーディションに合格。オーディションでは、フレンチキスのシングルに収録された、柏木雪のソロ曲、夜風の仕業を歌った。 オーディションは1回目のダンス審査で落選したが、敗者復活戦で合格した。暫定選抜メンバーに選ばれ、立ち位置は高率だった。オーディションを受けた理由について、中田は知らず知らず、私を元気づけてくれるアイドルという存在に憧れていたと語っている。また、父親から、乃木坂46オーディションへの応募を勧められていた。合格後、学校が、 芸能活動禁止だったために退学しようと考えたが、母親は中田が大学へ進学して就職するまでの道のりを考えていたために反対され、転校を選んだ。その後、乃木坂46の握手会が開催され、人生で初めて男性の手に触れる経験をした。それまで、そのようなアルバイトの経験がなく、女子校出身だったため、男性とちゃんと話した経験や、 恋愛を目の当たりにした経験もなかった。2012年5月2日、乃木坂46のセカンドシングル、おいで、シャンプーで初のフロントを務めた。同年10月、乃木坂46のフォースシングル、制服のマネキンの選抜発表で初の選抜落ちが発表された。それまで選抜の良い位置を任されていたために落胆した。なぜなら、 16人のプリンシパルのすべての回で異なる役を演じ、4位という結果も残し、かつ大学進学を諦めて、乃木坂46の活動に専念すると決めた直後だったからである。それ以降はイメージを変えるためにボブヘアだった髪型をロングヘアに変えた。2013年3月9日、高等学校を卒業した。それまで大学受験のために塾へ通っていたが、 のぎシッ46のために大学進学を諦めた。この件について母親からは理解を得られなかったが、父親からは理解を得られた。なぜなら、もともと父親は娘にアイドルをやらせたくて、子供の頃からハロー、プロジェクトのオーディションを受験させていたからである。その後、何もない生活が続いて途方に暮れる時期もあったが、ブログ、モバイルメール、パフォーマンスなど、 まず目の前のことを確実にこなすことを考えた。同年4月18日、性のアイドルが好きに、中田花、松村さゆりの二人で MC として初のレギュラー出演を開始した。2014年、乃木坂46でブログ更新率1位になった。同年5月24日、映画デスブログ劇場版で初の主演を務めた。同年月日、 乃木坂って、どこの頭脳王で優勝し、初代、頭脳女王となった。2015年1月10日、乃木神社で成人式を迎えた。同年10月、株式投資を始めた。2016年4月1日、FM 富士、沈黙の金曜日の三代目アシスタントとして、レギュラー出演。2017年1月30日、 乃木坂46のセブンティーンスシングルインフルエンサーで11作ぶりに選抜メンバーを務めることが発表された。同年9月4日、乃木坂46のナインティーンスシングルいつかできるから今日できるで選抜メンバーを務めることが発表された。2018年4月10日、乃木坂4 6版ミュージカル美少女戦士セーラームーンのチームスターで セーラービーナス、愛の美奈子役を演じることが発表された。同年10月2日から5日まで、ゼップ札幌で開催された、乃木坂46アンダーライブ全国ツアー2018、北海道シリーズにおいて、座長を務めた。2019年、真夏の全国ツアーでは、桜井玲子、和田真也、坂口珠美、神奈川沙耶と共に、自分じゃない感じを披露。 得意のダンスを生かして華麗なステップと色気を見せつけた。また、桜井玲子卒業公演の際は、最後のスピーチで人目をはばからず号泣していた。桜井玲子とは、女子高カルテットの中である。同年12月1日、トップ目取ったんで、3代目決定先生放送で麻雀勝ちバトルで、レギュラー番組をかけて、村瀬さえ長野セリカ、山本彩香と対戦し優勝。 村瀬から番組をダッシュし、自身初の冠番組を獲得した。中田の冠番組就任に伴い、乃木坂46中田花の麻雀が千葉取る、かなりんのトップメ取れるかなに名前を変えて、2020年1月から放送されている。2020年、乃木坂46の25スシングル、幸せの保護色において6作ぶりに選抜入りした。 同年5月、ネットを M リーグに出演した際、自身の冠番組である、カナリンのトップメトレルかなが始まる前に、もう卒業してるはずだったこと、冠番組が決まったことで、もうちょっとやってみようと考えたことを明かした。同年7月10日、出演していた、ラジオ、沈黙の金曜日の終了直前、グループからの卒業を発表。同年10月13日、 初のソロ写真集のギザカ46中田花、ファースト写真集、好きなことだけをしていたいを、公文社から発売した。同年10月23日、レギュラー出演していた FM 富士、沈黙の金曜日を卒業した。同年10月25日、オンラインミートグリートフォーションミーツのイベントでのギザカ46としての活動を終了。 同年11月14日、中田花ファースト写真集のインスタグラムアカウントを引き継いだ。同年11月24日、かなりんのトップメトレルかな公式ツイッターで2021年の秋まで継続することが発表された。同年11月26日、乃木坂46公式サイト内の公式ブログが閉鎖された。同年12月1日、 中田花スタッフ公式ツイッターを開設した。2021年1月4日、テレビ朝日公式、YouTube チャンネル、動画、始めてみました、テレビ朝日公式、で、ジャンソーカフェ経営、プロジャンシを目指す、ドキュメント企画、中田花の、プロジャンシへの道をスタートさせ、同年三月九日、生配信で、日本プロマージャン連盟第十七期後期、プロテストに、 正規合格したことを発表した。プロテスト合格後初となるタイトル戦、桜つぼみ戦で決勝戦へ進出。同年6月15日、中田がオーナーを務めるマージャンカフェ、チョンがオープンした。愛称は、かなりん。キャッチコピーは、上から読んでも下から読んでも中かな、横から読むと、だ。グラマラスボギの持ち主だが、水着には、恥じらいがある。 乃木坂46のセカンドシングル、おいで、シャンプーの感想では、ダメダメダメ。なかだかなしか、なかだかなしか、俺のなかだかなしかと、なかたはなのコール、なかだかなしかコールが存在しているが、もともとはファンが自然発生で言い出したものである。このコールに関して、自然発生でファンの方が言い出して、本当はありがたいんですよと話している。好きな食べ物は甘いもの、うどん。 野菜ジュース。肉や魚があまり好きでない。主食はお菓子で、洋菓子、和菓子が大好き。ピエールガニエールのゴエモンというケーキを食べてからスイーツ、愛好家になった。好きなアーティストは黒木名作。趣味はアイドル。アイドルオタクで、アニメオタクではない。父親がアニメを好きでなかったため、子供の頃からアニメをほとんど見た経験がない。ただし、漫画、君に届け。 スイッチガールは読んだことがある。アイドル好きであることは中田にとって、私が私であるための前提である。AKB48 の劇場公演を好み、アイドルはライブをするものだという理想型を描いており、アイドルはパフォーマンスしてなんぼとし、ブログは作り込むものではないが、歌やダンスといったステージ上のパフォーマンスは作り込むものだと考えている。アイドルファンとして人気のあるメンバーが、 前列に選ばれることは良いことだと考えている。アイドルグループでは、大所帯でもユニットが作れるグループを好み、ハロー。プロジェクトのファンとして、特に、ルーチェ・トゥインクル・ウィンクを愛する。アイドルグループでは、フェアリーズ、東京女子流、キュート、ジュースイコールジュースなどの5人組ほどのグループを好む、傾向がある。日本語ラップや MC バトルが好きであり、自身が、 レギュラー出演していた FM 富士のラジオ番組、沈黙の金曜日では、中田花のフリースタイルというコーナーを行っている。2016年11月27日放送の、乃木坂工事中では、MC のバナナマンにおすすめしたい一曲として、クリーピーナッツの刹那を紹介した。楽曲では、クリーピーナッツのほか、ゾーン、チャンミナ、つばきなど様々なラッパーの音源を聴く。 tbs ラジオのジャンク日本放送のオールナイト日本などラジオのシーンや放送を愛聴している。cbc ラジオ、向かいの喋り方、fm 大阪、吉本ラジオ高校ラジコー、京都放送、京都リアル、今日的チュートリアルといった地方のラジオも聴取している。時折ネタの投稿も行っており、アルコピース dc ガレージと、 後ろ式製のギガボディでは、正体を伏せて投稿したネタメールが採用された、経験がある。ある舞台出演でのセリフからマージャンに興味を持ち、仕事が終わった後に、乃木坂46やケヤキ坂46の、スタッフたちとジャンタクを囲むなどマージャンをたしなむようになり、2018年12月には、ンガンの世にアンコーで上がった。特技は、アイドル鑑賞、ピアノ、 ダンス、ベース、ピアノは14年間の経験がある。保有資格は5位、読解力検定順2級、自動車免許。フォーチュンな方としては、独学でタロット占いを学び、最近では、浜口優の弟、浜口善光に指導を受けている。乃木坂46のダンス7福人、検定8福人、乃木ガンのベース、サンクエトワール。 サユリンゴ軍団の元研究生で人事異動を経て同軍団の正規メンバーになっていた。七福神平選抜、アンダーのすべてを経験し、兄弟局のフロントとアンダー局のセンターを務めたメンバーであり、16人のプリンシパルの全球公演、第二幕で9回ともすべて異なる役を演じた唯一のメンバー、乃木坂46頭の王。ダンス七福神で、 3歳から中学受験するまでバレエを習っていた。中学生時代はバトン部に所属し全国大会で金賞を受賞した。高校生時代はヒップホップダンスを始めた。ヒップホップを踊っていた頃は一体感のあるダンスを重視していたが、アイドルになってからは自分をアピールして好きになってもらうダンスを重視した。乃木坂46では、 メディア選抜メンバー以上のダンスパフォーマンスを見せるために自主練習に取り組んでおり、サイドポニーの髪型はダンスパフォーマンスを追求した結果、たどり着いた髪型である。ダンスに関しては気づいた点があれば指摘するよう心がけており、乃木坂46のアンダーライブでは映像を通じて反省点を挙げ、伊藤真理香と議論した。中田自身よりダンスの上手なメンバーとして、 河村誠洋を挙げている。サユリンゴ軍団では当初は研究生であったが、2019年5月29日、生のアイドルが好きないで研究生から昇格し、ラスボス担当に人事同する旨が発表された。乃木坂46で好きな振り付けは自由の彼方。好きな曲は他の星から別れ際もっと好きになる気づいたら片思い。ただし、 のぎシッ46を知らない人には、制服のマネキンを推薦している。好きなミュージックビデオは、せっかちな片つむり、気づいたら、片思い、白米様。のぎざか46、眉坂46、小路坂46、のぎシッ46。ありがとうございます。